演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、どうも、あ、このくるみプラス粒あんのマーガリンを食べたいと思います。こういうパン食べるの久しぶりです。結構ボリュームありますし美味しそうです。はい、まずは中身いきますね。おー、クリームたっぷりですね。ではいただきます。やっぱり名古屋を思い出す味ですね。でもちょっと違うのがくるみが入ってること。くるみフランスというだけあって、ちょっと硬めの食感あるパン生地の中にまろやかなマーガリンとさっぱりとした甘さの粒あんが入っており、そういうのが見事にうまく融和していてとっても美味しかったです。噛めば噛むほど小豆の甘さとマーガリンのまろやかさが口の中にふわっと広がっていて、そこにくるみの食感がちょっと入ることによってザクッとした変化も味わえるととっても美味しかったですね。とっても満足できましたのでこちらの点数とさせていただきます。それでは炎天よ骨に当たって強くなる、日光は骨を強くしますからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞転演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。